ンポン。最近リメイクが流行ってるみたいです。え、いや、つい先日に某大作 RPG のリメイクが発売されたってだけで、リメイク自体が流行ってるわけじゃないんやと思うんやが、ふむ、こういうのどうですかね。人の話を聞けよくたばれ。ということで、私たちもリメイクしていきたいと思います。どこに需要があんねん、それは。よーし、じゃあ私たちのキャラ設定をリメイクしちゃうぞ。はあ、ついみたい。はい、ティーちゃんメガネ。やっぱり本体メガネじゃん。こちら先生のキャラ設定集になります。こんなんあるんか。では見てみましょう。もうすでに意味不明なんですが。もう、何ですかこれ。どれや。アホってなんですか、アホって。もう、意味わかんない。一番意味わかるのがその項目なんですが。てか CV ゆずきゆかりってなんやねん。私は私ってことかな。わけわかんねえこと抜かすなしばくぞ。うん。でもこれ見ると設定完璧すぎて修正するとこないな。え、そうだ。なんや。これ CV を別のキャラの声に。それもうやった。ちょうちょ。じゃあタチウオおっさんにして声を私に。似たようなこともうやった。ケルベロス。じゃあタチウオおっさんにして CV をおっさんにすれば、それはもはや純粋なおっさんだよ。なんでキャラとは別の声当てたり、おっさんのタチウオにボイスロイドの声当てるなんて変態みたいなことすでにやってるんですか。おかしいでしょ。おめえがやったんだよボケが。で、リメイクはどうするんや。むむ、もう少し考えてからまた改めてやりますか。あいよ。次回はどうやっておっさんのタチウオを生かしていくかについてブレストしましょう。なんでお前はおっさんのタチウオを最大限生かそうとするの。